浜川に広がるキャンプ場でして、まあ、お部屋から、あとはテント場、あとは屋根がついたこうバーベキューの専門のところもありまして、いろんな楽しみ方ができるような、ところになってますね。もちろんソロの方も今すごくブームで多いですし、駅前なんかにはクラフトビールのお店なんかもですねできてですね、非常におすすめですね。日帰りバーベキューですとか、あと宿泊のキャンプですね、コテージに泊まっての宿泊キャンプ、昨年から山を一つ切り開いて山の森林の中でのテントサイト、キャンプですね、が、主なコンテンツとしてありまして、外でも中でも仕事ができるような形でワーケーションの受け入れもこれから始めていきたいと思います。フット&ボシは、1日1組限定で、だいたい4名ですね、目の前で、シェフが、食材を目の前で焼き上げる、そういった施設です。